こんにちは、MB です。さあ、というわけで、セオリー、ユニクロとセオリーのコラボが発表されました。が、なんと、ユニクロ・セオリーのコラボ、毎年恒例ですけど、今回の2021年秋冬コレクション、レディースだけ？え？と思った人も多いと思うんですけれども、実はこれよく見ると、ジェンダーレスコレクションになってるんですね。今日はユニクロ・セオリーについて語っていきます。はい、というわけで今日はユニクロセオリーコラボのお話です。突然発表されたユニクロセオリーコラボなんですけど、まあなんだかんだ毎年ほとんど必ずやってるコラボだと思います。特に人気があるのはですね、春夏の感動ジャケット感動パンツシリーズ、メンズですけれども、まあ、ジャケットとパンツの軽い着心地のアイテムをセオリーデザイン、セオリーカラーでやるっていうのが、まあ、毎年の恒例みたいなもんになってるんですけど、今回の秋冬では実はメンズはなしと、ウィメンズだけになってるんですけれども、これがねよく見ると実はジェンダーレスコレクションになってるんですね。まあユニクロ側の書き方としてはレディースのみってなってるんですけど、アイテムよく見るとこれどうやらメンズが着ても OK なぐらい、サイズ感もデザインもちょっとジェンダーレス寄りになっています。発売日はですね、9月17日から銀座店と心斎橋店で、一部商品を先行発売開始って書いてあるんですけれども、まあ、多分そんなに数ないはずです。もう本当に一方二方ぐらいやるだけだと思うんですけど、全国のユニクロ店舗では10月1日金曜日から販売開始となるので、今回発表された全ラインナップを見ながら、これもしかしたらマストバイなんじゃないか、これはちょっと違うんじゃないかみたいなのを、まあわずか、9型しかないんですけど、ちょっと9型を予想レビューという形で、ユニクロセオリー追っかけていこうと思います。多分完売早いと思うんですよ。なんだかんだユニクロセオリーのコラボアイテムって結構毎年完売早いので、人気アイテムは特になので、ちょっと今回も面白いアイテムいっぱいあるので完売早いと思います。なので買い逃しがないようにちょっとこの事前レビューを見てですね、判断してもらえればというふうに思っております。まあ僕も実物見てるわけじゃないんで、公開されてる情報をもとに、そして長年追っかけてきてる経験をもとに話すだけなので、まあ参考程度に考えてみてください。まず行ってみましょう。一方目、ブロックテックコート12,900円、こちらなんですけれども、コメントとしては外からの雨は弾き、内からの蒸れは逃がして、常に快適な着心地をキープする高機能アウターと書いてあるんですけれども、まあこれいつものブロックテックですね。ブロックテックの素材っていうのは、まあいわゆるゴアテックスみたいなも、あの素材と一緒なんですけど、ゴアテックスのユニクロ版って説明したら一番そごがないのかなというふうに思うんですが、化学繊維、まあ、フィルムみたいなのを使うんですけど、まあ、フィルムみたいなのが入っていて、外からの雨とかは弾いてくれるんですよ。で、中で蒸れるじゃないですか。中で蒸れた、蒸れの汗みたいなものは、蒸れは外に逃がしてくれるっていう、外からは入んないけど、中の水分は逃がすっていう、ちょっと不思議な構造になってるのが、この、糖質防水と呼ばれる素材ですね。糖質防水の機能なんですけれども、その糖質防水、ゴアテックスがまあ一番有名なんですけど、ゴアテックスご存知の通り、めっちゃ素材の値段高いので、まあ、ユニクロが独自に開発したのがブロックテックという素材ですね。なんだそれだけかって思うかもしれないんですけど、めっちゃ便利ですこれ。冬場とかは特に便利なんですけど、外寒いじゃないですか。だから中にニットとか着込んで、こういうマウンテンパーカー着るじゃないですか。そうすると外にいる時は、まあ寒さしのげるわけだけど、普通のコートだとね、普通のウールのコートとかで厚着して電車に乗ると、外では寒さをしのぐために厚着してるわけだけど、電車の中とかレストランに入った瞬間に暖房効いてるから、めっちゃ汗だくになるじゃないですか。だその屋内と屋外のその寒暖の差っていうものを埋められるアウターってなかなかないわけですよ、普通に考えてね。ウールとか着込んでしまうと汗かいてしょうがない。でも外に出ると今度は寒い。そうすると電車の中で汗かいたのが外に出ると、その汗によって気化熱によって体温が奪われちゃって、抵抗力が下がって、風邪に引いちゃったりだとか、もしくは今だったらウイルスかかっちゃったりとか、そういう危険性もあるので、まあマウンテンパーカーとかこういうゴアテックス系のアイテムって何がいいかっていうと、電車の中入っても汗そんなにかかないんですよ。まあもちろん暑いからかくはかくんだけど、蒸れを逃がして、素早く逃がしてくれるので、汗が体の表面に付着しにくくなってるわけですね。なので外に出た時も、電車の中から外出た時も、レストランから出た時も、百貨店から出た時も、寒さで、気化熱で体温が奪われてしまってみたいなことがならないわけですね。なので、現代の街に生きる人たち、まあ都心とか特にそうだと思うんですけど、もう本当に屋内と屋外の行き来が多いという方は、マウンテンパーカー1
回試すとですね、本当にハマります。超便利ですね。車移動の人とか自分の意思で体温調節とか気温調節、エアコンの調節とかできるような環境にある人はいいと思うんですけど、まあ都内だったらね、大体誰でも電車乗りますから、そうするとまあ汗かいたりだとか、それで気化熱奪われたりだとか、屋内と屋外の寒暖の差で困らせられることって多々あると思うので、そういう方がマウンテンパーカー手に取ると本当に癖になるので、一回試してみてくださいっていうところで、ブロックテックの説明終わりなんですけど、そのブロックテックを使った、セオリーデザインのものがこちらのブロックテックコートですね。超オーバーサイズで作ってるっぽいですね。基本のマウンテンパーカーのデザインはそのままに、もう本当に着丈も身幅も袖も、大ぶりに作ってあるんで、これ明らかにメンズが使えますね。大きなサイズのコート風にしたマウンテンパーカーってイメージだと思います。で、襟もですね、マウンテンパーカー、一般的なマウンテンパーカーと同じでちょっと高めになっているので小顔効果もあるし、で、着丈も膝ぐらいまで行くのかな、膝ぐらいまで行くので、まあ、体型もすっぽり隠してくれて、どんな体型の人でも、綺麗に着れますよっていうアイテムだと思います。ジップは止水ジップ、水を止める止水ジップとかも使ってるので、本当にノースフェイスとかアークテリクスとか、まあ、ああいうちょっとモダンアウトドアみたいなのが好きな人はたまんないデザインだと思います。ただこれ、ホワイトマウンテニアリングというユニクロのコラボもこれから控えてる中で、これ買っていいのかどうかってちょっとジャッジしにくいんですけど、個人的にはこのアイテムかなりイケてるんじゃないのかなと思ってます。まあ実物見てないんでちょっとまだわからないところもあるんですけど、写真で見る限りはかなりシルエット面白そうだし、デザイナーズっぽい、雰囲気になってるけど、ユニクロ感あんまりないじゃないですか。シンプルなこうディティールになっているし、素材感もブロックテックって結構ね、風合いもいいですし、高級感あるので、あんまりこうユニクロズラもしてないので、非常にいいアイテムなんじゃないのかなと思います。で、12,900円で、これだけの面積使ってこれだけのサイズ感でブロックテック機能を持ってるわけでしょ。全然安いと思いますね。おすすめでございます。サイズ感ちょっと分かんないんですけど、まあ、WXL しか展開がないので、おそらくメンズが着る時でも、まあ、僕だったら、175cm 67kg ぐらいですけど、多分 L サイズとか XL ぐらいでも十分大きくなるんじゃないのかなというふうに思います。ただかなりのオーバーサイズなので、好き嫌いあると思うから、まあ、試着して、まあ、通販で買っても試着してちょっと違うなと思ったら返品する覚悟で買った方がいいのかもしれないんですけど、僕は結構細身のスラックスでこれとか合わせたりするとかっこいいんじゃないかなと思うので、ちょっとチェックしています。続いてウールブレンドコート12,900円、品のある素材感とゆったりめのシルエットでエレガントに着こなせるってあるんですけれども、これも良さそうですね。ダブルフェイスでナイロンとウールのコンボ素材になってるんですけど、まあ、ウールナイロンって結構いい感じですよね。ウールだけだとちょっと機能感があったりするけど、ナイロン入れることで程よいツヤ感が出るし、生地のそのなんだろうな、堅牢性も高くなるんですよ。ウール素材だけだとちょっとこう天然素材 100% だと脆いところもあるんですけど、ナイロンが入ってきて化学繊維が入ってくると、まあ、耐久性も高くなるし、型崩れしにくくなるし、あとはナイロンの光沢感がウールと混ざることで本当に高級感のあるような風合いにもなるので、カシミヤみたいな見え方にもなりますよね。まあ、物にもよるんですけれども、ウールナイロンの素材を使っていて、これ画面で見る限りかなり光沢強くて綺麗な風合いになってると思うので、結構期待できますね。で、前の合わせはなんか着物みたいな ノーカラーの、こういう重ねたカシュクールの重ねの、デザインになってて、ベルトデザインになってるので、ちょっと和な雰囲気も感じますね。しかもウエストベルトが両サイドにある、この辺ちょっと注目なんですけど、説明文に書いてあるんだけど、ウエストベルトが両サイドにあり、左右どちらを前にしても着用できるユニセックス仕様、もう明らかにジェンダレスを意識してるわけです。だから通常レディースのアウターを買うってなると、合わせが逆なんでちょっと違和感感じる人も多いと思うんですけれど、このアイテムはどちらを前にしても着れる、つまりメンズの合わせでもレディースの合わせでも着れるので、男女シェアできるっていう意味でもありますね。だから夫婦で買って、カップルで買って、お互いでシェアできるアイテムでもありますし、まあ、デザインもね、ノーカラーでロング丈なんで、まあ、ちょっと癖があるかなと思いきや、それ以外のデザインは非常にシンプルなので、まあスッキリしたスラックスに合わせてもいいですし、まあ、インディゴのデニムとかに今合わせてもいいですしね。で、レディースとかでも結構着回しやすいアイテムだと思うので、12,900円でこの風合い、まあ、写真で見る限りですけど、この風合いでちょっと着物ライクなノーカラーのコートってありなんじゃないかなというふうに思ってます。こちらも WXL までなんですけれども、写真で見る限り女の子のモデルが着てかなりブカッとしてるので、おそらくメンズが着ても多分ワンサイズ上げるぐらいで十分なんじゃないのかなというふうに思ってます。続いてウルトラライトダウンロングベスト6,990円、こちらは、モッツコートとかのライナーについてるような
ライナーダウンですね。ライナーダウンを、意識して作ってるような感じですね。いつものウルトラライトダウン、まあ、ユニクロが普通に展開しているウルトラライトダウンって素材がありますけど、それとまたちょっとこの、柄というかステッチが、キルティングのデザインが違うような気がするんですけれども、特徴としてはサイドバカッと開けるスリットがありますね。まあ、今年トレンドですけれども、脇に両サイドにこうバカッと開けられるスリットがついていて、多分ポケットに手突っ込んでもシルエットが崩れないようになってるんだと思います。あとはノーカラーの仕様になっていて、まあ、アレンジがしやすいですね。タートルを中に入れたりだとか、まあ、もしくはノーカラーなんで、例えばステンカラーの上にこのダウンベストを重ねたりしても面白いかもしれないです。先ほどのノーカラーのコートにこのダウンベストを合わせたりしても表情変わって面白いのかなと思います。ただまあウルトラライトダウンのこの風合いって、まあ、ユニクロっぽい風合い だから、ちょっと安っぽさがもしかしたらあるのかなっていうのは懸念しています。6990円ってかなり手頃な価格なので、若干ウルトラライトダウンのこの安っぽい風合いのままなんじゃないかなとは思ってるんですけど、でもデザインが結構攻めてるので僕はこれ買おうと思います。なかなか面白いアイテムじゃないかなというふうに思います。中に入れてもいいんですけど、僕はコートとかの上に重ねてもありなんじゃないかなというふうに思います。続いてストレッチシャツジャケット4990円、これなんかあれですね、セオリーっぽい、アイテムだと思いますけれども、ちょっとオーバーサイズ気味になっていて、ドローコードがついていて、ボタンもこう止めるボタンじゃなくてスナップボタンですねになってます。セオリーってアメリカのブランドですから、まあ、アメリカのブランドらしくちょっと機能的で合理性のあるデザインが得意なんですけれども、まあ、ボタンこういちいち止めるのめんどくさいからスナップボタンにしましょう、裾がバタバタして邪魔くさいからドローコードつけましょうとか、まあ、ストレッチ入ってて着回しやすいですよ、でもしっかりした襟がついていてツヤのある光沢のあるデザインなので、まあ、フォーマルっぽいシーンでも使えますよっていう、まあ、こういうなんか二面性みたいな、オンでもオフでも使えますよ、こういう時でも使えます、こういう時でも使えますっていう機能的なその合理性がいかにもセオリーっぽいデザインだなというふうに思いますが、結構面白いアイテムだと思います。普段のユニクロでは絶対出さないようなデザインになってるし、シャツとしても使えて、シャツジャケットとしても使える、アウターとしてもインナーとしても使えるアイテムとして4990円なら全然ありなんじゃないですかね。で、今回ブラックがテーマカラーなんですよね。全てのアイテムに言えるんですけど、白と黒以外の展開がないんですよ。で、アウターに関しては全て黒一色、この潔さがいいですね。まあ、カーキだったりとか、イエローだったりとかブルーだったりとか、まあ、そういう色味じゃなくて全部黒だけ、この潔さはちょっとかっこいいなと思います。続いてスウェット、ウルトラストレッチドライスウェットプルオーバー長袖2990円、これは分かりやすいですね。いつも展開しているウルトラストレッチドライスウェット、まあ、ユニクロのインラインで展開している素材だと思いますけど、もっちりした膨らみがあって、ただスウェットって書いてあるけど、スウェットみたいにシワが入るんじゃなくて、もう張りがめっちゃある、何回洗ってもシワが入らないのがユニクロのこのウルトラストレッチドライスウェットかの素材感だと思うんですけれども、張りがあるデザインになっているので、イージーケアで洗ってもシワがつかなくてガンガン使える。ちょっとスウェットと違って光沢感もこの素材あるので、まあ、ニット見えする素材でもあると思います。それが両サイドにスリットが入ってるのかな、両サイドにスリットが入っていてオーバーサイズになってるっていう形ですね。まあ、本当に今っぽいデザインで、かっこいいんじゃないかなというふうには思います。で、身幅も肩幅もかなりありそうなので、中にこうシャツだったりとか、薄手のカットソーだったりとか入れても全然着膨れはしないので、この辺もいいかなというふうに思います。これもしかしてあれかな、ジップは片方だけについてるのかな、両サイドについてるわけじゃなさそうですね。片側だけについてるんですね。これも、ユニセックスっぽく作ってますよね。全然レディースライクなデザインじゃないし、シルエットの作り方もメンズっぽいので、全然男性の方が使っても全く違和感なく着用できると思います。最近ユニクロのこういうこの手のスウェットって、なんかベタすぎて、スタンダードすぎて、なんか嫌だなと思ってたので、ちょっとデザインの入ったこのアイテムはいいんじゃないかなというふうに思います。2990円とそんなに高くないですし、おすすめです。で、続いて 3D エクストラファインメリノタートルネックセーター4990円、こちらは定番のエクストラファインメリノツヤがあって高級感のあるユニクロの定番素材エクストラファインメリノウールを使って、しかも 3D になってますね。 3D っていうのは、まあ、縫い合わせがないってことなんですけど、1本の糸を使ってこう立体的に編んでいく、まあ、袖から首から全てにおいて縫い合わせの部分が存在しないんですね。そうするとどうなるかというと、まあ、縫い合わせがないから着心地がいいっていうのと、あとはドレープ感が綺麗に出やすいんですね。エクストラファインメリノの素材っていうのはツヤ感すごい綺麗なんで、この縫い合わせがないと本当に美しいドレープ感が出ますから、これは期待できそうですね。
3XL まで展開されているので、おそらくオーバーサイズではなくてちょっとだけゆったりぐらいのサイズなんだと思います。なのでメンズが選ぶときはやや大きめのサイズを選んだ方がいいのかもしれないですね。これネックがですね、フィット感のあるネックではなくてちょっとこうクシャッとしているようなタートルになっているので、首元が あまりこうチクチクして苦手っていう人にも使えるかもしれないですし、あとはデザインっぽくていいですね。もうしっかりしたタートルじゃなくてちょっとストールも空いてるみたいな雰囲気になるから、デザインアイテムとしても使えると思います。そして、3D エクストラファインメリのチュニック五分袖、五分袖の、まあ、半袖に近いですね、半袖の、ロング丈のニットという感じなんですけど、これ10月に発売っていうのは結構なんかあれだなって感じですけどね、まあ、半袖、まあ、五分袖って言ってもほとんど半袖でしょう。写真で見る限り肘よりちょい上ぐらいなんで、まあ、ほぼ半袖だと思うんですけど、これすごくいいアイテムだと思うんですけど、ちょっと丸みのあるコクーンシルエットにも見えるんで若干レディーライクになるかもしれないですね。これ男性が選ぶときはちょっと注意が必要かもしれないです。まあ、物見ないとわからないんですけど、丸みのあるデザインっぽいので、まあ、ワンピースっぽく見えるというか、まあ、チュニックですからね、チュニックなので、ちょっと女性っぽく見えやすいと思うので、男性が選ぶ場合は若干注意が必要かなというふうに思います。まあ、あとでも季節外れのアイテムなんでどうなんだろうって感じですよね。袖が短くて、まあ、これ1枚で使うことできないじゃないですか。でインナーにしてもちょっと寒々しいじゃないですか。だから出すシーズン大丈夫かなっていう感じではありますけどね。続いてストレッチパンツ3990円、これ良さそうですね。ストンと落ち感のあるような、デザインになっていて、ウエストは2タックになっていて少しボリュームのあるようなシルエットになっています。まあ本当にトレンドライクなパンツの形じゃないかなというふうに思いますね。で素材はポリエステルレーヨンポリウレタンなんで、これ実はウール入ってないんですね。化学繊維だけで作られているので風合いがどんなもんかなっていう感じですけど、写真見る限りは結構ウール見えしそうなので期待できそうな気はしますね。まあただスラックスって結構難しくて、レディースのスラックスをメンズが履くとどうもパターンがやっぱり女の子っぽすぎて、まあ、股間の収まりが悪かったりだとか、ウエスト位置がおかしかったりだとか、やたらとお尻がなんか余っちゃったりだとか、結構いろいろ細かい不満点は出てくると思うので、これ実際ちょっと履いてみないと分かんないなとは思うんですけど、まあ、シルエット自体はすごく綺麗だと思うんですけど、男性が履いてよく見えるかっていうのは一回試してみないとちょっと分かんないし、写真で見る限り少し怖いかなとも思ってます。はい、で続いてプリーツラップスカート、これはもう男性全然選べないと思いますけど、これでも女性的にはいいですね。まあ、今プリーツのスカートってトレンドでもういろんなブランド出してますから、でそれがユニクロ価格で、まあ、ユニクロの上質素材でってなると、しかもちょっとギミックっぽいのがありますね。面白いデザインになってるとも思うので、アシンメトリーな裾のラインになってるんですね。あ、そうですね、ちょっと変化のある裾になってるんですね。結構面白いアイテムだと思うんで、まあ、5990円、まあ、ちょっと高いですけど、素材感ポリエステルポリウレタンで、まあ、イージーケア素材だと思うんですけど、風合いちょっとウールっぽさがあるのかなと思うので、これは女の子チェックしてもいいかもしれないですね。はい、そんな感じで全9型かな、全9型だと思いますけれども、ちょっと簡単におさらいしていきました。個人的に気になるのはやっぱりアウターブロックテックコートとウールブレンドコート、この辺がすごく気になるのと、あとインナーはウルトラストレッチドライスウェットプルオーバー、これがまあ狙いどころかなというふうに思いますし、あとは 3D エクストラファインメリのタートルネックセーターも良さそうだなという印象でございます。ぜひよかったらチェックしてみてください。10月1日発売だそうです。発売されたらですね、僕も全型買ってちょっとレビューしようと思うのでお楽しみにしていてください。では今日はここまで、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。またこういうユニクロの新作は事細かにレビューして、レポート全型レポートみたいなのメルマガでやってますので、もし興味があればメルマガの方も登録してみてください。またお会いしましょう。エンビでした。バイバイ。